どうもこんにちは、アンティークテーブルウェアの瀬野道隆です。今映っている2つの花瓶なんですけど、ドーム兄弟のタンブラー型の花瓶になるんですけど、こちらですね、似てるようでちょっと違うんですよね。でその違いっていうのを今からお話をしていきます。まずこちらのフクシアが描かれているタンブラーなんですけど、どっちかっていうとですね、こうちょっと透明な感じの作品になっています。でこっちが透明じゃない作品なんですね。でこれなんでこういう風になっているのかっていうと、まあ、ビトリフィカションっていう技法でこの商品のこのベースのガラスを作っていくわけなんですけど、その粉をまぶして作っていくんですね、ビトリフィカションっていうのが。でその粉の割合だから、こっちの方が粉の割合が少なくて、こっちの方が粉の割合が多いことによって、こっちの方が透明に見えるということになっております。でですね、その色合いとかも見ていくとちょっと違うんですよね。こっちの商品っていうのがやっぱりその透明のガラスも使ってビトリフィカションを使ってると。でこっちはまあ透明がほとんどないと、黄色と茶色と緑とオレンジで、粉の量が多いことによって実際ですね、ほとんど透明の部分が見えないということになっております。ですので、まあ、どっちがいいどっちが悪いとかっていう話じゃなくて、そのどういうデザインの完成予想をして作っていったのかということになる作品ということになりますね。でですね、この上のキセガラスの部分なんですけど、このキセガラスの厚さもちょっと違うんですね。こっちの作品の方がちょっと厚くて、まあ、なんでかっていうと、こっちがこう透明になってるじゃないですか。透明になってて、この上の絵をもっとこう立体的に表現させたいんですよね。そのことによって、ここはちゃんと透明にして、その上に着せるこの既成ガラス、この枝、葉脈とか枝とか花の部分、ここをもっと立体的にしたいということで、ここの厚さですね、ここの厚さはこちらの作品よりかはこちらの作品の方がちょっとこう手に引っかかるというふうになっております。でこちらの商品はですね、そのさっき言ったようにビトリフィカションのこの土台のところで結構粉を使ってるんで、ここの既成ガラスですね、この花の模様、この部分はこっちと比べると薄いと、手に引っかかりがそんなにないというふうになっております。ただですね、こうやって緑も使ってて、オレンジも使ってて、上に黄色も使ってるということになるんで、やっぱこの作品の全体を通して言えば、もうどちらも同じようなくらいのランクの作品になるということになりますね。ですので、まあ、この2つ、まあ、似たような商品にはなるんですけど、もうお客様がですね、欲しいなと、こっちのデザインがいいなと気に入った方が、まあ、いい商品ということになりますよね。まあ、こちらの作品はですね、やっぱりこう葉脈とかそういった部分もすごく忠実に再現してあるんで、非常にですね、この葉っぱとか花の部分がすごく立体的に見えますね。でこっちの作品っていうのは、こうなんていうんですかね、こう風景の中に自然が描かれているような感じで、自然の中で馴染んでるというような表現の方がいいですかね。まあそういった感じですね。こう緑でオレンジで黄色という感じなんで、こう自然の壮大さを感じることができる作品なのかなというふうに思いますね。というわけで、今日はこのような似たような作品が2つあるけど、どう違うのかということについてお話をさせていただきました。